峰倉和也です。峰倉和也です。書き始めます。まずはラフから書きます。水色のシャーペンで当たりを取ります。なんか喋る相手がいないと本当に独り言になるので。すいません、さっきカットかけてしまったので。テイク2です。今度はどんな絵にするか。いや違う、今度はちゃんと考えて描きます。さっきちょっと何も考えないで描き始めてしまった。で画面の左側が余りそうだった。こりゃいかん。そう、絵描くって本当に何も考えてないっていうとなんかおかしいんですけど、うん、あんまり何でしょう、誰に話してもみんなに驚かれます。何がですか。絵描くときに何も考えないから暇だから何か話して。ああ、でも結構あれじゃないですか。絵描く人がよく今の時代作業一歩とか言って、はいはい、作業しながらこうおしゃべりネット通じてしたりしてるじゃないですか。はい、だから結構多いんじゃないですかね。そういう人。最初は絵描いてるときはこうきっと集中されてるだろうから、うん、邪魔してはいけないみたいな。でも人に、本当に人によると思うんですよ。それはそういう人もいると、もちろんいると思うし、ネーム描いてるとき、スロット書いてるときとかネーム書いてるときはさすがにおしゃべりしながら、あ、でもまあなんだろう、案を出すときはしゃべるけど、実際にまとめて書いてまとめてるときはしゃべってたら絶対できないですね。漫画で、下書きしてる時とかは意外とこうすごい頑張って入り込もうとしている時はありますけど、それも結構なんか大事なシーンとかかな。めっちゃこう感情が高ぶって泣いてるシーンとかを書く時には、泣きますね。やっぱりみんなやっぱそういう人多いと思うんですけど、こううわーってもう泣きながら書いて、で、あ、なんかもうちょっとこっちこうだなと思って直したりとかしてる。でまた書き始めて、またわーって泣きながら書いて。で、こうまた、なんだろう、別のこと考えるとまたヒュッて引っ込む。まあ書いてるときはもうそのキャラの心情に入り込むみたいな。心情どうなんだろうな。そこまですごいものでは。薄すぎて映んないんじゃないかなと思う。あ、大丈夫じゃないですか。あ、大丈夫ですか。
表で巻き込むって言ったらもうペンに変わってた。いや、なんか本当にただの当たりかもしれない。しかも最終的に青ペンと全然違うところに線を引く場合も多いので、大体のキャラの位置に目みたいな。そうですね、結局こうやって直していくもうちょっと顔ちっちゃくしようとか思って直していったりするから、結構ラフとかよくね、画集の巻末とかにカラーページで載せさせていただいてるのを見ていただけると、もう青が確実にそこ絵じゃねえだろってところにが多いので、とにかく私は絵を描くのが死ぬほど遅いので。そうですね、遅いですよ。そうなのかな。いや、めちゃくちゃ遅いです。どの部分、いや、平均的にいや、絵を描いている人に知り合いがあまりないのでそこまでその多くの統計を取ったわけではないんですけれどもそれはでも、なんていうか線の数の違いも大きいんじゃないですかね。うん、でもまあやっぱり夢はシンプルな線でこうしっかりとした絵を描くのが夢と思っていた時期が私にもありました三蔵描く場合って三蔵の髪の毛だけでなんか他の人だったら1ページ分ぐらい描けるんじゃないかっていうぐらいの。昔結構前に心理学者の方がなんか絵の分析みたいのをテレビでやってるのを見てて、髪の毛とかをやたらと細かく一本一本描く人間は自分に自信のない人間ですよね。心理学的に自分のことを言われたような気がして、まあ分からんでもない。どうなんだろうね。あんま関係ない気がしなくもないですけれども。いや、なんかこう書き込まなきゃっていうのも若干あって、ね、昔やっぱり杉野さんにもっとペンを速くするためにちょっとでも多く描けるようにするために絵を多少その線を減らしてはどうかと、言われて、私なりにすごい一時期努力をしたんですけど、その結果その1話まるまるコミックス収録の時描き直すっていう雑誌の時にめっちゃ線を減らそうとして努力して書いた結果、大変気に入らないものになってあ、ダメだと思って、結局丸々書き直すということをする羽目になったので、その時にもう二度とやらない。もう一回貸し込んでやると、もうしょうがないと思いまして、ダメだ。でもどん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 増えていってる感じはしますよね。それは思います。時間全然見てなかったんですけど、今何時から始めました？15分前ぐらい。ちょうど。時間を気にしないと際限なくずっと書いてるから多少こう気にしないとダメ。
やってる工程としては下絵になる。下がラフ兼下書きですね。ラフができたらそれをコピーして、で BB 剣塗師の裏に貼り付けて、そのままトレスでペンを入れてしまうので、ラフが実質下書きという扱いです。あ、今日はお客さんにとってよかった。これ構図によっては三蔵って髪の毛こっから描くんですよ。まず坊主描いてからこっから描くんですよ。なるほど。な、一番上なんで、あの髪の毛のレイヤーの、はい、そうすると坊主頭にここだけ生えてるすごい状態の三蔵を見るはめになるんで、今お客さんに見せない姿でよかった。見せなくてよかったな。そうですね、今日前髪から普通に入れるアングルだった。だいたい小便顔の時はまず坊主を描いてからこっから描き始めるんで、坊主にそこだけだとちょっとだいぶすごいビジュアル。たまにそこまで描いた時に、あ、ちょっとお手洗い行こうと思ってトイレに立って戻ってきた時にちょっと笑う時あります。さんこれは見せられない姿だ。完成形にならないとね。たまにこうこの辺でコマが漫画とかで、そうするとやっぱこう上だけハゲてて。こっからこまないしか髪の毛が描いてないザビエル状態になってる時とかもあって、これは見せられない。ちょっと泣き出しちゃいます。誰がお客さんが三蔵がいや、もう絵によります、完全に。4人いる絵とかだとやっぱ相当プラス背景があります、ね、背景だったらもっとかかるし、あの下手すると4人の絵だとラフが全然できない。ラフが一番時間かかったじゃないのっていう時が30枚も書いては消してないね。もうそのすいません、資源の無駄遣い的な感じで書き捨てってやたらとラフのボツが溜まっていくみたいな。そうなんですよね、構図っていうか、まあ構図はもうどうしたって被るので、だからなんか特徴をつけなきゃって思うのと、あとあの前後に描いたイラストとあまり被りたくないという、ここ最近描いたとか発表されるものとのバランスを一応考えて、あっちは俯瞰の前進だったからこっちはアップでとか4分割でとか背景入れてとか暗め明るめ色バランス的な、あのあとあれだ、コスチュームか私服っていうか、どんな服装にするかとかも、コスチュームにするとほとんどもう色も限定されてしまうので、まあ、あのデジタルでの仕上げっていうのを導入してから若干
まあ、色で遊ぶことができるようにはなったので、使っているコフィックの色は同じだから、まあどうしたって絵自体は同じ色合いになってしまう。影とかの色を多少塗りで変えたところでそんなに差が出ない。でそういう意味ではやっぱデジタルを導入してからはいろいろ遊びが効くようにはなったので、デジタルなかったら結構イラストは行き詰まりまくりだったんじゃないかと思いますけど。どうしようかな。なんだかんだ言ってやっぱりあんまり何も考えないで返すのね。ダメっすね。ダメじゃないですいや、ダメなのは今、目的を見失ってるからなこっからどうしようかな。こっからどうしようかなっていう。今、皆さんいらっしゃるの？はい。何か。すごい。普通な時間なんじゃないかと思うんだけど。そんなことないですよ。心ないですね。いやいや、これがお仕事だと思うんですけど。第一、その。まず会話が続かない。人に聞かれて大丈夫なことしか言えない。そうですね。いつもはどんな会話をしてるんだって話なんですけど、小柳さんと私の会話は大概まあ仕事の話か病気の話か不健康な話。年をそう小柳さん、いや特に時々あの撮影のスタッフの方の声も入ったりとか。ああそうですね。ゼロサム編集長小柳義雄。義雄です。義雄。義雄です。義雄さんは初めて聞くつもりでした。吉尾さんは最有機の担当になられて何年？え？前のフェスさん。いや、違いますよ。再開してから、そうかそうか、転送のところからじゃないですかね。ああ。なんで、2012年ぐらいとかですね。最有機のというか、まあ、一人者の私なんですけど。なんか、あ、そっか、転送からか。そうです、そうです。そうですね、その、まあ、転送というか、その1回あのお休みじゃないですか、はいはい、その後から、はい、あの冊子で転送の最後まで書いて、あ、はいはいはい、で、新章を雑誌の方でっていうところの打ち合わせを、だからその再開する結構前からなんかいろいろ、うんうん、だから初めて原稿文っていう意味ではそれこそ大丈夫ですねとか、ああそうだそうだそうだ、あそこはなんか聞いといて自分の記憶が曖昧っていうそのだからあれですよ、あの時に会社に来られてた時に、はい、お面の撮影をさせてほしいって言って、そうでした。会社の会議室で僕が面をかぶってなんかいっぱい写真撮られた記憶があります。まああれはだから真上さんがデザインされた真上先生がデザインされたその小柳義雄像というかそうです、ね、なぜか剣道の面を剣道をやられていたからという理由え違います。私、和上先生と一
回もしたことなかったんですけど、はい、なんかネームが上がってきたら剣道のネームが実際に小柳さん剣道はやってましたよね。でも先生、今永先生はそれは全く知らず、えただ書いたら剣道の面だったそれすごくない？逆にいや前に今永先生がやられてたやつでも、その担当が出てきた時は黒子の格好かなんか、あー、はいはいはい、顔は描かずに、そのなんかをかぶり物じゃないけどさせてみたいな、はい、でまあ、その話をしているときに、まあ、あの1回につき1回ぐらい真面目にこう顔を描いたりっていう話をして、うん、確か1話目とかはそういうカットがあったんですけど、うん、多分面倒だったと思うんですよね、うん、2話目以降お面しか描かれなくなりましたけどあ、そうだった。今カメラが切り替わった感じですか？変わりました。変わりました。うん、僕の次に小林っていう人が担当になったんですけど、はい、彼の時は目出し部分にしました。ああ、そうですね、見ました、見ました。顔を描くのが面倒くさいですね。ああ、でもそのお面死ぬほど面倒くさかったですよ正直、まあ、ですよね、うん、あれだけだってリアルにお面今まで描いたキャラであんなに手間のかかるキャラいなかったよ。真鍋先生は相当簡略化して書いてます。あれでも真鍋さんもすごい面倒くさいから。そうだよ、あれどう考えても面倒くさいと思う。目出し帽超楽、すげえ、もうこれだけでも担当変わって嬉しいって言ってましたから。あ、ひどいひどい言われよ、自分で書いたのにそれで、ね、書いたやつはですよね、中のそのメガネをちょっとこうつけて描いたりとか、だってめっちゃ細かく描いてましたもんね見えないと不自然なの。ちょっと描いた杉野さんの顔もすげえ似てるから、あ、今ツイッターの杉野さん、ツイッターのアイコンにずっとしてますね。正直私は基本自分の絵には全くもって自信のない人間なんですけども、あの杉野さんのね似顔絵は本当にね我ながら似てると思ってるすげえうまいって思ってる自分でそっくりですよね、うん、すごい自信、珍しく自信がある。あの杉野さんのツイッターのやつを見てれば、多分初めて杉野さんと会う人も間違いないんじゃないかっていうぐらい、うん、そう、そういう自信はあります銃の写真を。なんか長年書いてても忘れる
ただのラインチェックだったらどうするつもりですか。まだあのこの作画にまつわることだったからいいようなもののあちょっと LINE 見ただけですみたいな。先生ちょっとそういうのやめてすごい不安になってきたんだけどさ、本当にこんな感じで大丈夫？いや、その大丈夫っていうのはあの当然イラストのところではなくてその謎の会話なんですね。そうそう、うん。大丈夫じゃないよね、どう考えても。そんな気はします。もうこれはだから音声を全部カットしてもらって、何か。やっぱり BGM でもそうそうフリー音源を流しといてもらうしかないんじゃないかと。そうそうそう時々あの先生が何とかこれから何とかしますとかって言ったところだけこう先生の肉声を入れていただいてですね。ああもうそれもいらない。あ、そう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 、早送りに早送りの早送り度にもよるけどどれぐらいの倍速なのかな。 CM の時はかなり早かった。 CM の時は目にも止まらぬ速さで書いてたけど実際はめっちゃ時間かかってる。あれ CM 30秒でしたっけ。中15秒15秒かな。そうだから昔の本当に初期の頃のゼロ様のあれまだ一歳者時代のリロードの時かな。そうですね。あの時は編集部のなんか地下の倉庫みたいなところに私と甲賀さんで行って、でまあ2人同時には無理なので1人ずつということでかなり違うかかりましたね。モノクロですね、うん、二人ともモノクロの線画だけで、で甲賀さんとは本当にあのなんだろう、まあ G ファンからご一緒はさせて、私でご一緒させていただいてるけれども、まあ、あの大先輩とあんまり一緒に絵を描くなんていう機会はないないので、お互い初めてこう描くところを見てて、私はほーと思いながら、基本的にあまり絵を描く人が周りにいないので、人が絵を描いてるとこを見るとすげーってなります。それがしかも甲賀ユン、甲賀ユンが絵描いてる、すげーこれって思いながら、ないですよね。甲賀さんはだからやっぱ甲賀さんも私が描くところ初めてで、それ漫画の描き方じゃないよって言われた。あの
髪の毛のハイライトとかをガリガリ削り出したりしてるんで、それ漫画の描き方じゃないよ。一コマ一コマやってるのかそんな風に描いてるのみたいなこと、私的にはどう描くのが正解なのかがよく分かってない。漫画でどうやって描くんですかみたいなあまりにも画流でやってきてしまったので、正直多分そうだから何か書き方を多分間違えてるんですよ何かしら。間違えってことではない、まあその正解が別にない話だと思うのであれなんですけど、そんな書き方して毎月そんな書けんのみたいな、そういう書けないですよね書けないからこうなってる。いやもうちょっと書けるようになりたいんですけど、まあ、あの体調とかそういうのはなしというか別として、あ、なんか忘れてたけどこれ塗るんですよね。そうです、カラーです。あのここしばらくずっとあのフェスタのポストカードの絵で、あれモノクロ、鉛筆でモノクロで仕上げ、癖がついててあんまり塗る意識なく今描いてどうしましょうか。こっからペン入れに入りますので一旦切りますか。一旦切りますえ孤独のグルメ、あ、孤独のグルメのサントラを流しててそんな話をしてればいい。永遠と食べ物の話。あ、そうだ、蓋しないとどうしよう。高野さん、はい、蓋もらえます。あ、これ収録的にどうなんだろう。あ、すいません、こうなりますが。あ、カメラ大丈夫。大丈夫、こっちは大丈夫です。普通の子が大丈夫です。はい、じゃあ手に入れします。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、もう会話しなくなっちゃったよ、はい、早くもあとはひたすら無音あ、もう音楽差し込むからいいやって思ってる。いや、そういうことではないですよこのままだと全部早送りされるよ。これは別にしなくていいんじゃないですか4時間、4時間ずっと見続ける。今どれぐらい経過しました。今まだ1時間経ってない。こっから私のひたすら三蔵の髪の毛を描き続ける作業がおそらく
お客さんが一番苦痛な時間が始まる何も面白くない。なんかこうちょっと席を離れて戻ってきて、ああ まだ担当の紙に書いてるのかみたいな感じ。そうですだ飛ばすかトークで埋めるかするしかないあのそれトークは関係ないんじゃないかろうかとだって絵面がそんなに変わらないから、きっとお客さんはあこうやってサンダルの手が一本一本生えていくのねって思ってますよ。うん、でもそれも多分最初のほんの数分だと思うんですよ数本入ったらもういいですね、うん、ああずっと同じことしてるなって思われる。大変だなって。これでも今書いてるのってまだラスト仕上がりでさらに足すんで、あ髪の毛、髪の毛を、はいはいはい、まだ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 なんですだからね、あの自分に自信のない人髪の毛本数そう髪の毛をひたすら本数を書く。上に株主をしてるのは、これは、あ、上に黒いボードを置いてるのは、これがないと、あ、見えない。うん、ちょっと見えづらい。あで、トレースするときはこの、揺れちゃう、カメラ揺れちゃう。黒いボード、これあの、ジムの坂野さんの手作りの。手作りなんですか、これ。うん、黒いこう厚紙じゃないな、色紙が貼ってあるのはこれ白だと反射しちゃうんで、はいはい、うん、じゃあ高野工務店がこういうの作ってくださいって発注すると作ってくれる高野工務店がいい仕事しますね。うん、高野さんいろんな仕事持ってる喫茶高野とか。え、喫茶なんですか。喫茶高野、いつものって言うといつものがね常連さんですね。常連だと、常連になったらだけどねなんだろうと思ってたんですけど、私だけ机の作りの関係上このただのボードなんですけど、他のみんなはあの家の形に、あれも作ったんですか。坂野さんの手作り、すごいちゃんとしかも蓋が外れるっていう家の形で、すごいね、ちょっと明かりが欲しい時にこう蓋をパンって開けることもできるというすごい作りなので、あれ売れるんじゃないかな真ん中の人に。だからどうだろう、今あんまトレスボックスっていうかトレス台を使わない人も多いじゃない。そうですね、そもそも漫画もフルデジ多いですからね、もう今や。アナログ勢は戦々恐々とするばかりですよ。みんなデジタルになってて。まあ、それもあれですよね。トーンが出続けてくれればまだ。そうなんで、でもそこが結構怖いところで、うん、キャラの衣装のトーンとかがなくなったらどうするんだって話になっちゃいますかね。うん、ドラえもんみたいに手書きのラインでこうそんなことやってられない。また書き込みが増えてしまう。
まあでも今、今っていうか結構前からトーンを自分で印刷するっていうトーンもあるんで、印刷用のトーンが売ってる。どうしてもあれだったら複製を作る。自作で。それは三蔵一個というか西遊記でですか。なんかでもそれも絵によりけりかな。ただ三蔵が一番めんどくさいというか疲れる。疲れる。なんか一応ね、一応かっこよく描かなきゃいけないのかなっていうのがあるので、じゃあそれもラフとか下絵の段階でも顔とかも描き直したりね。それはもうしょっちゅうというか、だからそれでボスラフをバンバンでもその顔は気に入らないとかいうボス、ボではボスにあんまりしないんですけど、うん、そうですね、なんかこういうのはまだあれなんですけど、こういうただまあドローイング動画のために描いてるみたいなのはいいんですけど、まあ描いている最中でこれ雑誌の表紙としてどうだみたいになったりとかそう、まあこれこの間書いた構図と一緒じゃねえってやったりとか、ふと我に返ってやめるみたいな。結構書き進めていても途中でボツにしたりもするんですか。あ、でもそういう時もありますね。ちょっともったいないなとか、もったいないという気持ちを抱かないためにぐしゃってします人間こうあまり時間がないと、はい、もうあんまり気に入らないけどこれで行っちゃおうかなっていう誘惑に駆られるんですよ。でちょっと手直しすればまだ行けるんじゃないとか、そのでも行けないんですよ大概ダメだと思ったらもう結構ダメなのに、いつまでもねちねちその絵を何とかしようといじくり続けると、ただの時間の無駄に、時間のロスになるのが分かっているので、ダメだと思ったら気合を入れてグシャーって思い切りよく、そうもう未練を残さない。多分というか、うちのアシさんたちは私がぐしゃぐしゃってしてる音をよく聞くと、ね、イラストはまだそれができるけど漫画はそうもいかないので、そうですね、うん、散々無駄なあがきをした上で別の紙に書いて切り張るっていうことはしますね。これ今こっちのカメラ？そうです。割と前鏡になるとこっちがカメラだと厳しい。そうですよね。でも。いつもそれぐらいの体勢で描いてませんっていう気が、色塗る時とかも含めて、そうかも
っていうかまあラフはちょっと引いてたからさっき、はいはい、だからラフで画角を調整したのが間違いだったかもしれない。そうかもしれない。ほら見てください、こんなに時間がかかってまだ髪の毛が終わってません。すごいすごいつまらないでしょ。つまらなくはないですよ。で私がつまらない。つまらないなって思ってる。ここはつまらないとかここは楽しいとかあるんですか。え、あえでもこれ V 的なものじゃないですか。いや髪の毛はつまらないけど。顔の中は。ああ、いや、なんだろう。髪の毛も、なんかちょっと動きがあったりすると書いてて楽しいですけど、こう、ぶわーってすごいなびいてるとかは、そこそこ楽しく書きますけど。うん、普通の普通に書くと、まああのすごい今までに何度も書いているので、それはまあここはもう作業ですから、ね、イラストだけでも何百枚書いてますからね。はい、漫画よりイラスト集の関数の方が増えるっていう謎のことが起きてる。なんでしょう、ありがたいんですけどね。それだけこうお仕事をいただいている。漫画描けよって。ため息つくのやりましょう。違うのもね、面白くしようがないなと思って。面白くしなくてもいいんですよ、別に。先生が絵を描いている、さんざんがどんどんこう描き上がっていくのを見たくて、こう、うん、お客さん見ているので、何かこう、お話を入れるとか、笑わせようとか。笑わせようなんて、そんなことは思ってないですけども。きっと考えなくて大丈夫ですよ。きっとあの音楽が浸透されると思いますし。音楽を載せるとより何してんだって感じになりますね。きっとあの絵を描いてる様を見るのに集中できる。やっぱ前のめりになっちゃうね。どうしたら前のめりにならずに書けるんだろう。これでもこっちだったらでもそのうち切り替えますよね。その時々で、すごく調子がいい子がいる時はいいんですけど、今なんかまさにあまり調子のいいコンディションの子がいない。ずっと同じペンを使って使い続けてるとどんどん調子が悪くなってくる。そうですね、でもあの自分が一番使いやすいその出のインクの出というか、かすれ具合の、その、花の時期が短いんですよ。
すごいかすれて、いい感じにかすれるようになってきたなあたりで、できればずっとキープしたいんですけど、すぐに死ぬんですね。まあもうだってかすれてるから。ていうか、かすれるぐらいの方がいいんですか。かすれてほしい。あの、まあ、あの結構シャープに線が描きたいところはいいんですけど、細部とかはできればかすれたい。のでだから開けて最初のうちはまあ線は細くは出るけど、すごくパキッとした線になるので、線の太さ的には全部同じなんですか。基本は 0.03 で、まあ細かくない、細部じゃないところとかは 0.05 を使ったりしますけど、でもまあ顔とかだったらもう 0.031 本でほぼ、そうですね、コピックのマルチライナー、マルチライナーです。まあ、フィグマも同じく、やっぱり、アルコールのインクで溶けないので、フィグマも使うときは使うんですけど、フィグマの方が若干インクが黒い。好み的には、うちのマルチライナーの方が合ってるっていう。いやー、そう。かな、フィグマは単純に、0.03 がない。あ、そう、なるほど。 0.03 って結構細いんですか。そうですね、うち背景はみんなつけペンじゃなくて必ずミリペンでお願いしてるんですね、背景の作画とか漫画の。キャラは私がつけペンで書いて、でさらにタッチをミリペンでは足してるんですけど、メインが一応キャラはつけペンなので、いわゆる背景すごく細かく書き込んでいただいた時に、キャラが背景と同化しちゃわないように、キャラよりちょっとやっぱり細くてかすれる線で背景をお願いしたくて、それでミリペンを必ず使って背景描いていただくんですけど、それもやっぱり書き手の人によってはフィグマの方がいいっていう人もいれば、マルチライナー派の人もいますし、イラストの時はつけペンじゃなくてミリペン、コミックが、はい、アルコールのマークからなので、はい、溶けてしまう、インクが溶けてしまうんです。なんかフィグマとかマルチライナーとかだとインクが溶けない、まあすっごい濃くガシャガシャ描いて、それで上からコピックで色塗ると若干溶けるんですけど、若干溶けてちょっと黒ずんでしまったりもすることはするんですけど、なんで基本なんか今言うとあれなんですけど、これペン入れはすごく線を減らしてく書いて、あとで色塗り、コミックで色が一通り色塗り終わってからミリペンで線を追加したり、黒い影の部分とか、ジャ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 って斜線の部分とかを追加するんですね。
先に全部書き込んでから塗っちゃうとやっぱりちょっと引っ張ってちょっとコビックで色が黒ずんでしまうので、うわインクです。ちょうどいい子がいない。こうやって一応なんか技術的な話してるけどさ、はい、こうオールカットになったら意味ないよね、はい、難しいですよね。でもじゃあこの技術的な話もされてるんで、じゃあ生かしましょうってなると、うん、どうでもいい会話も一緒に。そう、そこが悩ましいところですか。そうそうそう、かといって突然音楽になってると思うので、突然三浦さん語り出すとかっていう、うん、どんだけ聞かれちゃいけない話してたんだみたいな感じで。工程的には、うん、このペン入れ、ペン入れが1時間とかあって、あと色塗りずっと2時間とかみたいな、そんなイメージなんですか？色塗りの後にまたペンを足す時間があるので。それが結構かかる可能性が。漫画原稿っていうのも結構最後にタッチを入れるところが割と時間がかかった。そうです。小柳さんが西遊記の三荘さんになったばっかりの頃に初めて原稿をそこで待ってた。いつまで髪の毛描いてるんだろうと思ったって小柳さん初めて原稿描いてるの見た時いつまで髪の毛描いてるんだろうって思ったって言われたのが印象的です。なんか話し終わって話し終わってというか話してこう見てもあれまで同じ、うん、ずーっと同じカットの髪の毛を足し続けてるって、しかも結構急いでるのにずっと髪の毛描いてるこの人。どこが完成形なんだろうみたいな感じの、うん、満足いくまで描いたら、ね、ダメだなって思ってるの。そうですね、そういうタッチ見えるっていうのはやっぱりあんまり他の作家さんで見られなかったっていうのもあって、うん、なんかちょっと何でしょう、こう新鮮というか驚きというかペン入ってもまだそっからが長いっていう。ペン入れはペン入れすごい早いんですよ私正直すごい速さでペンはブワーってもうつけペン、つけペンでのペン入れはめちゃくちゃ早いんですけど、その時はもう髪の毛とかすごい簡略化した線でつけペンでは仕上げて、はいはいはい、でもその後延々とミリペンで